る中型のもの、この使い分けが極意なんです。メモは常に持ち歩き、アイデアやデータを書き留めるもの。その情報の中から必要なものを落とし込み、仕事に生かしていくのが母感ノートなんです。母感ノートは持ち運びにも便利な英語サイズ、時系列で書いていきます。大きいノートは結構贅沢に、うわ、余白がありますね。タブだこれ。で、パースさん小さいノートを、はい、このままこうやってピッて貼って、あ、貼ったりもしてるんだね。こうそのまま貼る。メモや資料はそのまま貼れば OK。 まさに戦闘機が発着する航空母艦のイメージです。これは日にちですか？それはやらないといけない 日にちです。あ、締め切りみたいなことだ。付箋に締め切りを書いて視覚化することで仕事の漏れを防ぎます。これもノート使いの技ですね。例えば今日実はさっきこの前に打ち合わせをしてた時のノート、はい、始まる前、これ何書いたんですか？自己紹介をしながら、あ、皆さん島田さんとか書いたんだ。会議では出席者をイラストに、誰が何を言ったかを記憶する助けになるんだとか。ムーちゃんは顔がちっちゃい。おー、嬉しいです。これ本番始まってから、はい、そう集中してください。さて、アイデアが詰まった膨大なノート、出先で確認したいと思っても持ち運ぶのは到底無理。でもこんなアイデアが、あの、僕が出すのこれ全部あのスマートフォンに入れてるので。え、そういうことですか？どういう機能で入れるんですか？写真を撮るんですよ。写真を撮って写真をこう入れて、このページ丸々、そうです。あ、ちょっと見ました見ました。例えばこのノート、はい、2008年8月6日、これ開くとこんな感じで、うん、ああ、ノートだ、すげえ。ノートとしてかっこいいな。ハイテクですね。何これ、こんな時代になったんですか？これは結構なってたけど、これだったら別に何冊入っても、はい、重さ変わんないって。なるほどね。こういうものと併用して使うっていうのがポイントなんですね。実はこの2人も使い分けているんです。